ビーコム起動。電池残量 80% 以上。デバイス1接続。Bリンクグループ登録。Bリンク開始。あ、来た。OK。OK。早い。早いね。さすが 6X。あ、どこだ？あ、近く。アプリが微妙に繋がったり、あ、繋がった。繋がらなかったり繋がったりするんだよね。うん、そうくん繋がってる。なるほど。まああんまり実際アプリ使わないけどね。じゃあちょっとそっちの駐車場に向かいまーす。ビーム開始。あ、来た来た。うん、来た来た来た。Okay. 近くに来れば自動的に繋がるから大丈夫。そうですね、よし、ナビも OK。 行ってくれ。よし。はい、こんにちは、スプライトライダーです。今日はね、今日はね、道の駅荒立てからお送りしております。今日はね、そうくんのハーレーと一緒に、鳴子の方までね、行きたいと思います。思いまーす。あー、これハーレー、そうくんのハーレーと一緒にツーリングするの初めてじゃね。うん、このあれですよね、やっぱ、うん、クラシック勢というかね、うん、SS からちょっと離れてさ、今日はトコトコツーリングでございます。あ、まあ今10時11時になるのかな、ね、まあお昼時だから腹減ったからね、まず昼飯で、うん、ね、こっからあと5キロぐらいにあるそば、カフェでんでんっていう蕎麦屋さんに行きたいと思います。蕎麦カフェって言うんですね。そうそう、蕎麦カフェなんだよ。そう、ガレットとかもあってめっちゃおしゃれなんだよ。ガレット？そう、ガレット、蕎麦粉を溶かして、あ、要はクレープみたいな、クレープ生地みたいにして、その上になんか、そう、フルーツだったりデザート感覚のガレットもあるし。ガレットってやつね。そう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 。なるほど。まあお肉とかなんか野菜とか乗っけてご飯物になったりとか、まあいろいろあるんだけど、ガレットも美味しいんだよ。おしゃれですね。そう、めっちゃおしゃれだね。ね、普段はセンダボに R12 で、SS 系があれだったんだけど、たまにはこういうのもいいよね。そうですね、うん、旅って感じですね。ねえ、こうせかされない、そうそうそう、ハイペースにみたいな、うん、いや、やっぱね、鳴子今紅葉見頃だから渋滞が心配だよね。うん、朝からすごかったからね、渋滞が。まだこっちの方は色あれですけど、多分行くにつれて、うん、赤くなると思うよ。今もう見頃だっていうし、色はすごいはず、うん、気温は、あ、でも17度あるよ、まだ。あ、アップしましたね。うん、さっき14度ぐらいだった、一番低くて。まだこの気温だったら手もかじかまないからね。あ、全然大丈夫ですね、うん、あ、これこれ、あと 1.5 キロ。でんでん、そば、うん、カフェレストラン、でんでん、知らなかった。まもなく目的地付近、これだ、あ、これだ、あ、これだ、これイン、インやってんだよな、これ。すごいなってね。到着です。メイクは入りました。そばカフェレストランでんでん到着です。到着。さあ、お昼ご飯に早速したいと思います。了解。Bリンク開始。あ、OK。OK。よっしゃ。だけで、でんでん、そばカフェでんでん、美味しかったです。うまかったね。すっげーうまかった。白そばと黒そばで選べてね。ああ、うん、あの、おお、麺にはこだわってるって感じですけどね。ね、ガレットも美味しかったです。はい、かからない。あ、かかってないんだ。かかってない。ヘッドライトはついてるんだが、そう、寒いとかかりづらいんかに。かかった。ナイス。静か。
めっちゃ静か。行きましょう。行こう。さあ鳴子峡までとことこ行きますよ。行こう。まっすぐですよね。うん。道なり10キロ先右ってなってる。10キロ。うん。ああそうかそうか。もう右に曲がったらすぐそこ多分ゴールですね。だね。ずっと道なりだよね。にしたって。ああ。大勢。めっちゃ混んでる。いや混みすぎでしょ。みんなバイクで来ればいいんだよな。ああそうですね。鳴子で一番混むのは多分紅葉ですね。だね。ああ。温泉でだってそんな混まないしね。普段。ああ。観光客来るっつだってここまで混まないよ。まあ紅葉綺麗ですからね。気持ちは分かりますけど。うん。駐車場も限られてるからさ。ああそうっすね。まああんまりね公共交通機関が発達してないっていうところでは車で来ないとっていうのはあるんだけどね。バスと東北本線じゃあ陸東線か。うん。この渋滞でちょっと乗り換えする。あいいっすよ。交換する。あちょっと進んだ。止まったら交換しようか。ニュートラル超入りづらいんで。マジ？コツとしては、うん、1速から上げれる2速からちょいと下げた方が入りやすいです。ああなるほどね。あとが足短いんでサイドスタンドをかけるのが大変。ああはい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 。あの結構前に行っちゃうんだよねスタンドが。よし今だ。今です。ちょっと進んだけど大丈夫だろ。はい。おお、かわいい。よいしょ。おお、ステップすんごい。おお、勝手に進む。おお、ステップが真っ青にある。なあ、やばいやばい。おお、勝手に進む。あれ、すげえ。あ、怖い。すげえすげえ、勝手に進むよ。振動が優しい。あ、足つきもいい。足つきいいっしょ。多分シート広い分ちょっと足つきあれかもしれないですね。明らか低いっすけど。あーでも後ろから聞くといい音するな。すげえよ、いい音するよ。いい音する、うん、やっぱ乗ってる時と後ろから聞く時違いますね。違うね。いやいいな。黒いな。そして晴れ。乾いた音しますね。うん。あでも意外と徐行そんなにきつくないね。まあ半くらいで進んでくれますからね。うんうんうん。いやトルクすげえな。低速トルクが。低速トルクが半端ない。それが全てなんで。いやいいな。ハーレー欲しくなっちゃうわ。すげえよ。全然純正でいいじゃん。なんかその純正シートが、うん、ちょっとシャガーのやつと比べるとちょっと硬いらしいんですよね。材質がそんなにこだわってないらしくて、中の綿の。まあシート変えるぐらいでも全然雰囲気変わるよね。そうなんですよ。シート変えたいんだけどな。こっちすんごいふかふかっすね、このシート。でしょ。これすごい。SR のシートめっちゃふかふかなんだよ。こんだけ厚いだけある。あ、この SR に座ってから鉄の痛みが治っていく。お、ハヤブサだ。いいね、このあのトンネルに反響するハーレーの音好きだわ。うん、いい音だ。あ、ここに止める人もいる。景色感。うちらもこの辺で止めちゃうか。歩いた方が早いぞ。止めて歩きますか。そうっすか。あ、こっち行きますか。行こうか。はい、行きましょう。よいしょよいしょ。どこに止めます。おいじゃあ右のここで。あ、そこね。はい。キーはどこだ。あ、これ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 。あ、これキーだ。あ、こうか。あ、そう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 。到着。これは辛いね。でもつま先で押し込むんですよ。これちょっと慣れが必要だね。つま先だね。かかとでついてグッてやって最後はつま先で押し込む。これ超怖いスタンドが。ありがとう。あ、楽しかった。ありがとうございます。
スピードスター楽しかったです。あーし、歩いていきますか。あなあ、ちょっと行くとこまで行ってみますか。うん、行ってみよう。かっておくれよ。オッケー。さて、紅葉も見てきたから行きますかね。あ、Bコムつないでね。まあ、登録してあるから勝手に B リンク、ああ勝手につながった。オッケー。この勝手につながってくれるのは A ね。これはありがたいっすよ。ね。というわけで今日はとことこ紅葉ツーリングでした。というわけでこの辺でお別れしたいと思います。紅葉は綺麗だった。綺麗だった、間違いない。可愛 い子もいた。間違いない。観光客がね、外国人観光客が多かったからね。ですね。うん、本当増えたと思った。はい、アメリカン。ダメだ。ダメでしょ。思いっきり変な目で見られて。ちょ、恥ずかしいから。まあそんなわけでね、はい、すごい楽しいツーリングでした。あとはね、しっかり安全に帰りたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。バイバイ。バイバイ。おう。バイバイ。